皆様こんにちは。ピアノの時間、平田真紀子です。今日は音楽は世界の共通語ということに関して少し考えてみたいと思います。時空を超えて国境なんか関係なく、私たちはみんなある一定の脈を持って、日本足でだいたい同じくらいのテンポで歩き、そして声の抑揚やボリュームや息遣いなどによってコミュニケーションをお互いに図ろうと試みますよね。そういうものを全部反映した音楽というのが世界の共通語であるというのは納得がいくような気がします。レナード・バーンスタインは1973年にハーバードで The Unanswered Question という6回の言葉と音楽に関する講義を行いました。この中で彼はこの音楽が世界の共通語であるということについてもう少し突っ込んで考えています。例えば赤ちゃんが生まれて一番最初に発生する言葉というのは世界共通してママなんだそうです。それからその子供がもう少し大きくなって幼稚園とか学校に上がってお互いをからかい合ったりするときに使う単純な音形ですね。例えばとか、それから私が覚えているのはそれからで、こういった音形っていうのは、これもやっぱり世界共通なんじゃないか、似ているところがたくさんあるんじゃないか、どんな気候で育っても、どういう国でどういう時代に育っても似ているところがあるんじゃないかと思います。このあならこなら先生に言ってやろう、これをこのままほとんどそっくり使った曲があるんですよ。スペインで生まれたカタロン人でパリで長いことを暮らした人なんですけれども、フェデリコ・モンポーという作曲家が約100年前に作曲した泉と鐘という曲です。鐘というのはゴーンゴーンってつく鐘ですね。これがこの音形をそっくりそのまま使っているんです。ちょっとお聴きください。スペインで生まれてカタロン人としてパリで育ったフェデリコ・モンポーの曲が約100年後に私たちをこんなに懐かしい気持ちにさせてくれるのは、やっぱり音楽は世界の共通語だという証拠になりませんかね。ピアノの時間、平田真紀子でした。